ジャッジアイズ続きをやっていきましょう。 KJ アートへ向かうですね。もうすぐそこなんで行っちゃいましょう。タボー、この先行くと KJ アートだ。ああ。となるとドローンの出番だろ。だな。今日の村瀬君を覗いてやろうぜ。俺ら KJ アートはもう慣れたもんだな。こっちだ。ああ、高いところからドローンを操縦するって感じだね。さあ、取っておこう。よし、それじゃあ偵察してみっか。ああ、オッケー、鳩は俺が飛ばす。海藤さんは人の出入りを見張ってて。頼んだよ。間違った、変なの使っちゃった。さてあー、違う、こうだ。はいはいはい、こっちね。さあ、丸見えだ。覗いちゃおうかな。音うるせえな、これ誰もいないね。おっと、これか。あ、いた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 、ちょっと風が強い。てんのかこれ。偵察ドローンとしては不向きだな。変なとこ入ってる、変なとこ入ってるよ。さあ、これだね。 OK。 村瀬だ。ドローン変わっちゃったよ。やっぱりいてくれたな。いや、なんか様子がおかしいぞ。どれどれ。さっきから中人が少なすぎねえか。それはそう思ったな。でも他の階いなかったもんな。動くな。何、腹立つ笑顔だな。読まれてたってことか。昨日うちのが松金組弾いたとこやね。登場会の返しを楽しみにしとった。要するにうちも限界態勢やったっちゅうこっちゃ。ゾロゾロと来たね。八神さん、どうする。海藤さん、どうするって。こんなのどうしようもねえだろう。やっぱりお前らが登場会やったらもうとっくに両目えぐってるけどな。傷つけよ、おら！にぎやかなマッチや。一、二発撃ったとこで誰も気づかんで。誰の命令で来た？こいつだよ。今日も口軽いな、海藤さん。あんたは誰だ？教令会若頭。塩屋っちゅうもんや。おー、塩屋さとし。教令会のナンバー2か。東が言ってた。うん。おう、サルグツバと手錠や。話は事務所でゆっくり聞いたる。お前ら長い夜になるで。あ、まあそうだね。やるならここしかねえな。めた真似し腐って。捕まる前にね。そいつからぶち殺したり。え？え？タボ。やるや。誰？ああ、こいつか。お前、なんで？驚いてる暇なんてないんじゃない？だよな。やるぞ、タボ。やっちまいましょう。お前ら、はい、足引っかかってるやついたな。お前ら、やったり寝ぼけとるんだ、こら。さあ、OK。
ずらかるぞ、タボ。ああ、ここまでにしとこう。おかげで助かった。お前も来いよ。どうした？うん、わかった。え、来んのかよ。ま、待てや。このままじゃ済まさんで、お前ら。ヤクザ舐めとったら命がないで。もう取るんだ。なんだよ、お面が必要なほど不細工じゃねえぞ。それはどうも。仮面いいのか？だってこんなのつけたまま街に出れないでしょ。イケメン来たな。よし、行くぞ。なあ、あんたらなんでわざわざうちに集まってくんだよ。もしかして迷惑だったか？そりゃ兄貴たちといるところを頭に見られたら。田村の頭は雲隠れしてんだ。しばらく大丈夫だろ。だからってね。だいたいそいつ誰です？名前は杉浦。杉浦文也。元だよね。俺は前にもこの杉浦君に助けられたんだ。そのお面、例のカムロ町の窃盗団ってのが確かそんなの被ってんだよな。あそこはもう抜けたよ。今は一人。それよりお前、さっきはなんであの場にいた？言いたくないか？いや、どこから話したもんかと思ってさ。ちょっと込み入った話でね。ん？僕ね、前は梶平グループで働いてたんだ。関西の本社で。出てきたよね、話の中に。協力会のバックについてる？そう、そこで社内の IT 管理の仕事をしてたの。サイバー攻撃を防いだりとか、そういうシステムエンジニアってやつ。窃盗団メンバーが元梶平の社員だった。それで？うん、ある日僕はたまたま経理のデータに数字の改ざんを見つけたんだ。改ざん？グループの幹部が何人かで裏金を作っていたわけ。億単位で領収書のいらない金が隠されてたんだ。で、僕はそれ見て面白がってたんだけどさ、その覗き見が連中にバレちゃった。そこからは早かったよ。僕はなぜか会社の金を横領したことになってクビ。何を言っても信じてもらえなかった。ただそれでも僕は幹部連中の裏金が強霊会ってヤクザに流れているらしいことは掴んでた。 KJ アートはその行き先の一つでさ、もしその金の流れを証明できれば僕をはめた連中に仕返しができる。つまりこの杉浦は梶平グループに恨みを持っている。だから今日もあそこにいたのか。僕はずっと前からあのビルを監視してるからね。初めて八神さんが KJ アートに乗り込んでった時も見てたよ。じゃあさっき俺らを助けてくれたのはなんでだ？八神さん、この間一緒に仕事しないかって僕を誘ってくれたじゃない。実はその時も悪い話じゃないのかなって。いつか組んでも損はないと思ってたんだ、八神探偵事務所とはさ。特にそっちの海藤さん。あ？さっきだってヤクザが何人いても全然負けそうになかったもんね。
見てて惚れ惚れしちゃったよ。お前若いのになかなか見どころがあるな。調子良すぎだって。ちょろいな、海藤さんは。やっぱこの話俺んとこでする必要あったか。どうかな、僕ら仲間とまではいかなくても持ちつ持たれつって感じでやるのは。ん？八神さんはモグラ、僕は恐竜界。追いかける相手は違っても結構協力し合いそうだよね。そうだね。うん。そっちに連絡するときはどうすればいい？携帯取られたときに。これで大丈夫でしょ。なんで俺の番号知ってんだ。携帯を勝手に拝借したでしょ。その時チェックしてたから。なんてやつだ。事務所に戻ると愛藤さん、杉浦君はなかなかいい青年だったな。あんたちょっと褒められた。近くねえか、距離か。まだ信用できるわけじゃねえがよ。持ちつ持たれつくらいでやってく分には悪くねえと見た。そうだな。かもな。まあとにかく今夜もう上がりだ。俺は事務所に戻るよ。お、じゃあな。じゃあな、東。もう帰る。ああ、そうだな。うちも今日はもう店じまいだ。居心地いいんだよここ。そもそもあんま気軽に来んじゃねえよ。東いいやつだな。また気軽に来ましょう。戻りましょう。なんだ、誰だ。ん？マスター。もしもし。マスター、何のよ。おう、ターボ、ちょっと今面白いことになっててな。マリネーの身の上話が聞けるかもしれないぞ。ん？マリネーの？ああ、なんかいつも飲んでる人か。あの人身の上話なんてしないだろう。俺だって聞いたことがないよ。今夜はいつもと違う、ターボ、お前さえいればな。どういうこと？今客同士でマリネの正体を推理し合って賭けをしてるとこなんだよ。だがみんなの推理はどうも的外れみたいで、名探偵の登場が待望されてるわけだ。俺さっきテンダーに行ったばかりだよね。また来いっての？まあまあそう言わずにさ、賭けに勝てば一儲けできるぞ。じゃあ待ってるからな、頼んだぞ。切られちまった。強引なんだか商売上手なんだか。とりあえずテンダー行ってみるか。じゃあハンバーガー食いに来たんだよ俺は。ああ？いや、ああじゃねえだろお前も。呼ばれたので来ました。じゃあ看護師？看護師が毎晩一人で飲みに来られるかな。忙しい仕事でしょ。じゃあマスコミ関係でしょ。マスコミ関係の人だって毎晩飲みに来られるほど暇じゃないんじゃない？いいだろう、どうでも。酒飲んで帰れよ。なあ、マスター。お、名探偵の登場だな。え？ターボー？どうしたの？マスターに呼び出されたんだよ。探偵だから推理は得意だろって。お、参加する？参加費は一人一万円だ。見事マリネの仕事を当てたやつが総取りな。一人一万ってことは勝てば四万の儲けか。どうするかな。なんかノリが悪いわね。ターボーが参加してくれるなら面白くなるんだけど。よし、それじゃあ私は五万かける。誰にも当てられないってことに。え？五万？ってことは勝てば9万の儲け？お、面白くなってきたね。ねえ。どう、ターボ。勝てば一儲けできるわいいよ。やってみない？ああ、ねえ、乗る。ああ。マリネにそこまでされちゃったらな。よし、乗った。そう来なくっちゃ。ふふ、それじゃあ私の職業当ててみてよ。当てられるものならね、存分に観察していいわ。ああ、サイドケースか。マリネの秘密。よし。
マリネをよく観察して彼女の職業を推理してみるか。どれ、じっくり見てやろう。体中をな。これは安物の生地じゃないな。デザインも凝ってる。高級ブランドか。毎回仕事帰りに着替えてくるのも手間だ。それに仕事に行くような服装でもない。だとしたら自由業だろうか。なんだこれも。高級そうだね。豪華な宝石をあしらったネックレス。かなりお高そうな代物だな。自分で買ったなら生活に余裕がありそうだ。それとも男にもらったのか。だが毎日一人で飲みに来てるくらいだ。特定の男はいない可能性が高いが、いや、そもそも結婚している可能性はないか。もっと詳細にマリネを観察して結婚歴を推測してみるか。指輪してないよね。つけていた跡もないな。つまり結婚はしていないと推測できる。よし、これは有力な情報だな。それとマニキュアをつけているな。つまりマニキュアをつけていても問題のない職業である可能性が高い。さあ、靴。おっと、これは随分と明るい色だ。少なくともお堅い職場じゃないだろうな。こんなもんか。今ので分かった？明るい髪の色やマニキュアから推察するに、お堅い職業じゃない。指輪がないことから結婚はしていないと推測可能だ。装飾品や服を見るとお金には困ってなさそうだ。それと毎晩飲みに来てるってことは時間を作りやすい仕事をしているんじゃないか。え？ま、さすが探偵さんね。すごいな。じゃあここまでは当たってるってこと？どうかな。それを言ったらフェアじゃないでしょ。あ、お金に困ってないのは間違いないよ。実は俺見ちゃったんだけど、マリネ、この前ブラックカードで支払いしてたよね。ああ、そういやそうだったな。ブラックカードか。錦鯉の渡辺さんじゃないよね。違うか。え、それって相当もらってないと作らせてもらえないもんだろ。そんなにリッチだったの？つまりかなりの高級取りで時間を自由に作れる仕事ってことか。だとするとマリネの職業はもう選ぶんだ。医者ではないでしょう。作家か愛人。愛人って職業って呼んでいいものなのかちょっとわかりませんが、作家でしょう。実は人気作家とかバーにネタを仕入れに来てるんじゃないかな。なるほど、そう言われたのは初めてよ。あなたはそれにかけるってことね。ああ、そうするよ。それじゃターボ以外の人たちは何にかけるの？じゃあ俺は税理士に。俺は専門学校の学園長にかける。じゃあ私はデイトレーダーに。俺は不動産経営者にかけとく。で、マリネ、答え合わせは？残念、全員外れ。なんだよ。私の勝ちね。賞金をいただくから。くそ。それじゃこの辺で失礼するわね。これから仕事だから。え、仕事今から？と言っても自由業だから行かなくてもいいんだけど。それじゃね。何やってんだ。結局何者か分からずじまいか。勝負になってないじゃないか。私たち完全敗北ね。結局答えも教えてくれなかったし。なあターボー、探偵なら尾行くらいお手の物だよな。ん？え？それってまさか。そのまさかさ、マリネを尾行して職業を探ってみてくれよ。え？マジかよ。お、いいね。見事正体を突き止めてくれたら報酬も払うからさ。ああ、わかったよ。仕事ってことなら引き受けるよ。
尾行か。マリネ尾行ね。お、いたいた。じゃあとりあえずつけてみるか。まあ、尾行はカットしますね。さあ行きましょう。あ、尾行完了。ここなの？え？あそこは高級ソープ。嘘だろ。高級ソープならまあ儲かるかもしれないけど。お、なんでマリネから。変な誤解をしないでね。この店4階に知人がやってる隠れ家的エステがあるの。仕事の前にリフレッシュしようと思ってね。まさか尾行に気づいてたの？うん、つけてくることにかけてたからすぐに分かっちゃった。やるなぁ。まさか尾行に感づかれるとは。マリネ何者なんだよ。だがこの後仕事に行くならチャンスはある。今度こそバレないようにつけてみるか。当然ながらマリネに俺の顔は割れてる。とするとできることは変装だ。よし、これならマリネにも尾行がバレにくくなるはずだ。さあ行くぞ。わかるけどな、正直。行きましょう。さあ、尾行完了だ。え、どこ入ってくあれ。ん？釣り堀？あれ、ここってなんかカジノがあったところだよね。あそこはギャンブラーってこと？そうっぽいな。あ、いた。ターボ。そんな格好しててもわかるわ。ターボでしょ。やっぱりあの後もつけてきたのね。え？なんでわかったんだ。やっぱりそう。今回は気づいてなかったんだけど、ハッタリをかけてみたの。骨の髄までギャンブラーだな。今度はハッタリだって、ね、それで、わかった？これが私の職業。まさか、ギャンブラー？そういうこと。気まぐれに賭けに講じるギャンブラー。誇れる仕事ではないけどな。それがマリネーの正体ってわけ。そうだったのか。道理で賭けにノリノリなわけだ。最初は軽い気持ちで始めたんだけど、なんかトントン拍子で勝ち続けちゃってね。どうやら才能があったみたい。こっちで稼げるようになってからはジムの仕事も辞めちゃった。それでブラックカードを持つまでになったのか。すげえな。あなた、正体を探れって頼まれたんでしょ。今回買ったお金あげるから内緒にしてくれる？違法なカジノで荒稼ぎしてるなんて知られていいことなんてないでしょうから。まあそうだな。ああ、確かに言わない方が良さそうだな。正体は分からなかったって伝えておくよ。でもさすが探偵さんね。観察力は素晴らしかったわ。どう？今度本業の方で勝負してみる？いや勝てる気がしないのでやめておきます。さあ戻ってきました。どうする？誰だ？もしもし？八神さん、あの、城崎です。珍しいな、沙織さん。どうかした？新谷先生がずっと電話に出ないんです。何？今日八神さんと話して事務所を出たきり。それで？教令会に狙われてるかもしれないんですよね。いや、大丈夫。少し脅かしすぎたかもな。あの、八神さんからも電話してみてもらえませんか？新谷先生、
私からだと出てくれなくて。俺の電話なら出るって人でもないけど、まあでも分かった、電話してみるよ。まあでもなんか拉致られてるっぽいよね。机の引き出し？どこ？嫌な予感すんな。嫌な予感すんな。これは警告だぞ、八神。的な。はい、新谷です。あ、新谷先生。今どこに？うわ、源田法律事務所のエースとして法律に関するご相談はこの新谷。マジか、新谷。新谷、ではメッセージをどうぞ。はい、ここでやめておきましょう。今回ちょっと短いですが、まあ、次回の動画の最初にジャッジアイズ前回までのあらすじって言いたいのでここまでにしておきましょう。で、前回の動画長かったけどさ、どうなんだろうな、1時間ぐらいあってもいいのか30分ぐらいの動画の方がいいのか、どっちが見やすいのかなっていうのはちょっといつも考えてるんだよね。ただ俺の場合そのね、毎日投稿ではないから、まあ長くてもいいのかなとは自分では思ってるんだけど、まあ、どうなんでしょうね。もし何かあったらコメントいただけると嬉しいです。はい、そんな感じで高評価チャンネル登録もお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。